田2人目、金村悟、ワンアウトランナー1塁。平野、守備範囲が広い。お、素晴らしいプレーを見せました。その流れという意味ではどうでしょうかね。まあ、ここはジャンピングソン、これはハイプレー、右へ持ってった、打球が伸びていく、ライトが下がる、ライトが下がって右寄り、どうだ、最後はあとはいうのがあって、かなり余裕が持てるようになりましたよね。はい、強い当たりを取った、平野、これはプレー、ルートがあります。そのボール、どうだ、平野取った、投げられるか、どうだ、すごい、セカンドゴロ、平野追いつく、ワンアウトです。ピッチングが見たいですけどね。おお、平野すごい、柴田荒木がね、6年連続で二遊間のゴールデングラブ賞を取ってるけれども、はいはい、変わるんで今年は取ってもらいたいと話していましたからね。あ、これもうまく取りました、はい、偵察は取れます。あと一塁は取りました。ヤクルトの攻撃です。バットが折れました。セカンドの前、ジャンピングスロー、間に合いました。セカンド飛びついた、ナイスプレー。阪神は残り今日入れて28、初球打ち痛烈、セカンドバックアップ、一塁はタッチはアウト。久保直一球でしたが、そして村田です。これ結構飛んでいます。いっぱいいっぱい、よく取った、平野、ジャンプならお任せ、平野がよく取りました。ヒッティング、ワンアウト、スライダー、スライダーか、平野取った、アウトにしました。初球を叩いて軽快な守備を見せました平野。故意に沈んでいるという状況です。3番のミレッチ、平野飛びついて一塁アウト。ファウルの2球目、右打ち、セカンドが追いついた、バックトス、ここも平野のバック、はい、打者は振り込むっていうね、ことがね、その強い打球、はい、ライト線破りました。荒波俊足、セカンドを狙う、ファーストランナー一気はホームへ帰ってくる、平野のバックホーム、際どいタイミングはアウト。岡崎引っ張った、セカンドの右、飛びついて掴んだ、二塁送球、二塁はアウト。バットを振ってきたというような場面がありました。初球打ち、セカンド、おっと、ボール持った、アウト、まさか、まさか、ゲッツーますけど、でも少しそれ幅を持ってね、セカンドの平野、一塁は間に合った。セカンドの横、平野よく取った、一塁はアウト。返すことが大事なんだと、ランナーを出して得点圏に進めて、プレッシャーをどんどんかけていきたいという話をしています。一塁はこれ、平野フォープレイ、ライトへ、もうまた平野取った、アウト。ランナースタート、セカンド止めて、平野また見せてくれます。ナッシング、そして外のまま飛びついたが、平野も飛びついた、1つアウト、2つアウト。センターへ平野回り込む、スライディングキャッチで1塁はアウト。